高校生の秘めた力を最大限に引き出す場所があります。スバイリー WWL Making Actions for SDGs Realization Diversity and Inclusion。Today we are going to talk about our role as WWL. We chose coffee beans as our major product. We thought that it was a very good idea to spread these coffee beans in Japan to help Laotian people.ラオスのコーヒービジネスを通して日本とラオス、私たちが日本とラオスの架け橋できたらいいなと思って、それをモットーとしてずっと活動していました。ラオスの農家からコーヒー豆を仕入れ、日本で販売することによってラオスの農家の貧困問題に挑戦する高校生たち、立命館宇治高校のプロジェクトチームラオニンです。数年前から始まったこのプロジェクトですが、2019年のチームリーダー脇坂さんはプロジェクトの途中ある壁にぶつかっていました。やっぱりメンバー6人いたので、それぞれみんなが自分が何を求めているのか、何をしたいか、みんなそれぞれ違うアイディアを持って違う考え方を持っているので、最初は結構明確、あまり明確でないゴールを持ったまま活動していたので、チームのメンバーはそれぞれやりたいことが少しずつ違っていました。プロジェクトの方向性をみんなで話し合いましたが、その話し合いの中でやっぱり、まあ、絶対ここは譲れられないっていう人たちがいたりしたので、意見の食い違いがあったりとかで仲も悪くなったし、その目標を何にするってなった時に案はたくさん出てきたんですけど、それが現実的かって言われるとそうでもなかったりして、話し合いに行き詰まった時、あるものが状況を変えます。ホワイトボードを使って結構意見まとめたりしたんですね。できないものはこうピッピッと消して、まあ、目に見えるようにするということで、まあ、お互いの意見が尊重されていることもわかるし、なんで無理なのかっていうのも結構話し合いとかで決めることができたので、ホワイトボードを活用するようになってからは結構まとまってきました。やはりみんな一人一人に話させて整理して、他の人の意見も取り入れて、結論としては3つのゴールに至ったんですよね。1つ目はラオスの農家さんが自立して自分たちでビジネスをできることで、2つ目は日本国内でラオスコーヒー、そしてラオスという国の知名度を上げることで、3つ目が日本で売ったコーヒー豆の利益でラオスの子どもたちの教育にサポートしたいなという思いで、この3つのゴールを設定しました。いくつも10個も20個もこうやりたいことっていうのはあるんだけれども、その中のうちのこの3つ最終的にこう絞っていって、実際にこうアクションに起こしていく、行動していくっていう力って非常にまあ難しいので、その絞り切って、なおかつそれを行動に起こしていくっていうところは非常に力ついただと思います。ビジネスにおいて最も大事な力の一つ、目標を設定する力、そして決断力。ラオニンのメンバーはプロジェクトを通してそれらの力を身につけていきます。そして高校生の情熱は周囲の人たちを巻き込んでいきます。ラオニンの活動に賛同してくれた奈良のコーヒー屋さんの店長もその一人です。高校生が社会貢献に直接関わっている、まずそれにすごい共感を持ったということが一つと、ラオスの作っている方々の思いを買っている、その思いを僕が受け継いで、そして最終的に消費者の方々まで送り届けるっていう、その一連の流れをすごい頑張って作ろうとしてくれている、日本中にうまくラオスの豆がラオニンプロジェクトを通じて広まっていったんですよっていう未来を学生と一緒に僕は作っていきたいなと思います。ね、このプロジェクトを通して本当にいろんな人にも会えて、計画を立てる力とか、実際に自分たちで判断してディスカッションして決めること、とても大変でしたが、それが本当にすごい今の自分に身になったと思います。絶対誰かとこうプロジェクトをするときは自分自己主張激しくならず、しっかり周りの意見を尊重して話し合いをすることが大事だなって学んだのが1点と、挑戦しようっていうときに、あの時できたんだから今も絶対できるっていう、そういう気持ちはつながってきてると思います。
グローバルな時代に必要なさまざまな力。今回彼女たちはプロジェクトを通して自分たちの現状を認識する力や多様性を認め尊重する力などを身につけました。高校同士の連携を進める WWL、 ダオニンの活動は他の学校にも波及していきます。双葉高校です。私たちは2019年度より WWL 授業の連携校として立命館宇治高校と聖光学院の生徒のためにラオスへ渡航しました。福岡の双葉高校、 WWL の連携によって京都の立命館宇治高校とともにラオスでのプロジェクトを行いました。担任の先生からラオス研修っていうのがあるよっていう紹介を受けて、あ、これはチャンスだなって思って迷わず参加を決めました。立命館宇治の先輩方のプロジェクトに参加させていただくっていう形で行きました。あのラオニンの脇坂さんたちとラオスに行ったのです。高2の先輩がメインで活動されてたんですけど、ついてすぐのミーティングからすごい活発に意見を交換していらっしゃって、もうちょっと喧嘩にも見えるぐらいなのに、そのミーティングが終わった瞬間すごく仲良く戻って、その姿を見て本当に真剣にこのプロジェクトに取り組んでらっしゃるんだなっていうのを実感したんですけど、その先輩方が真剣だったからこそその姿にものすごく影響を受けたなと感じています。一番衝撃を受けたのが、立命館宇治の方がそのラオスのコーヒーを栽培している農家の方とラオスコーヒーの豆の売買取引をしている姿を見て、その英語とラオス語が飛び交う、そのちょっとビジネスの現場みたいな感じのを見て、あ、これ本当に同じ高校生であと 1,2 年後私たちもなんかこんな風になれるのかなって思って、それが一番衝撃的でした。なんか大人、すごい大人びていて、歩くスピードが速くて、ずっと取り残されてたんですよね。ずっと後ろから歩いてる感じで、それもあってかわからないんですけど、第一印象は少し怖いでした。最初は本当にただただ圧倒されて、その当初は私たちはすごい意見を言えなかったり意見を持てなかったりすらしたんですけど、悔しいっていう気持ちすら出なかったんですけど、途中から、あ、言えないってすごい恥ずかしいな、悔しいなっていう気持ちが芽生えてきて、その1週間を通して徐々にその先輩方の真剣な姿に触れたり、活動に実際に参加してみたりして、意見を積極的に言うように取り組んでみたら、最後の方にはそのミーティングでも自分の意見を言えるようになってきて、すごく成長できたなと感じています。初めて訪れたラオス、双葉の生徒たちの心に特に印象に残ったのが、サカクモ寮という日本の NGO が運営するラオスの子どもたちのための寮です。同世代の人なんですけど、すごい学校に行くためにサカクモ寮のお手伝いをしたり奨学金をもらったりしていて、でホテルのお手伝いもしながら、終わった後自分の勉強とか日本語の学習にもすごく真剣に取り組んでいて、その姿にとても感動したし、彼ら自身からの行動とかから学ぶことも多かったので、同じ高校生だし、途上国と先進国って分けて私たちが教えに行くっていう立場じゃなくて、共に学んで高め合えるっていう関係を築けたことが大きな学びでした。ラオスで多くの刺激を得た双葉の生徒たち、自分たちも何かをやりたいと強く思うようになりました。もうその時はもう興奮冷めやらぬ感じで、一緒に双葉から行ったメンバーが3人いたんですけど、帰りのもう夜中の飛行機の中で、私たちもああいう風に先輩みたいにプロジェクトをやりたいとか、社会無線の子たちに少しでももっと関わりたいし、力になれることがあったら力になりたいっていうので、もうテンションが上がってすごく白熱して、こんなことやりたい、あんなこともやりたいっていうのを夜通し話しながら帰りました。帰国した彼女たちは学校の仲間を誘い、ラオスでできることを考え始めます。思い出したのはラオスのゴミの現状。道端にたくさんのプラスチックゴミが捨てられていました。あのサカクモ生たちに環境問題について考えてもらえないだろうか。作ったのは紙芝居です。
皆さんが捨てたゴミなどお菓子のゴミなどが川に流れて、それが川は海とつながっているので海に流れていきます。でその途中段階途中でプラスチックが小さくなってマイクロプラスチックという物質になります。この紙芝居を2回目のラオス渡航の際、砂漠森で見せ、プラスチックごみに関するワークショップも行いました。そのプラスチックのごみを減らすために、例えばペットボトルを水筒、自分たちの水筒に入れるとか、買い物に行って買ったものを自分のバッグに、カバンに直すとか、そしたらゴミが減ります。まずプラスチックを知らなかったので、あ、これもプラスチックだよねっていうことを、なんか筆箱とか持っていたので、で、あ、これもプラスチックだよね、これもプラスチックだよねっていう話になって、で次の日、あ、プラスチック使ってないよっていうことを教えに来てくれて、なんか布のバッグみたいなので買い、なんかパンを持ってて、あ、こうやって私たちが教えたことが生きるんだって、そこで学びを感じて、あ、とても嬉しいなって感じたので、教育の大切さを感じて、翌日に効果が見えるってすごいですね。感動しました。プラスチックの話をして、翌日に市場でお魚を買う袋を今日は使わなかったみたいなのを女の子から言ってもらえたのがすごく嬉しくて、プロジェクトが実を結んだ瞬間でした。なんかラオスに行って、その国際関係の仕事にすごい興味を持つようになって、架け橋となるなんか存在に憧れるようにはなりました。なんか立命館宇治高校の生徒の方の、あのコーヒーのビジネスだったりとかにすごく影響されて、あのラオスコーヒーを双葉でも、ラオスコーヒーを通してラオスの魅力を福岡の人に知ってもらいたいなっていうことで、プロジェクトも、まあ、並行してやっています。同世代の自分とは違う場所でこう学んでいる生徒との交流っていうのがすごい大きいと思うんですよね。同じ世代 の、 あの仲間、こんな自分とは違うことを感じてるっていうのをこうお互いダイアログするっていうのが非常に効果的だと思います。高校生だからできることがあります。世界とつながり、他校とつながることによってできることがあります。生徒を混ぜることによって全く違う視点を持った生徒たちが一緒になって、自分ごととして他の学校 の、 あのプロジェクトを揉み直すと。 WWL は連携の中から新たな価値を生み出していきます。私たち福岡双葉からも、砂漠もプロジェクトというプロジェクトを持っていき、実際に活動しました。自分から発言をして、自分からアクションを起こしていくっていうことの重要性に気がついたので、開発途上国だからという先入観にとらわれてはいけないなと思いました。高校生たちの挑戦、ワールドワイドラーニング。So as a member of WWL, we believe that we are the global leader of the next generation and lead to a brighter future. 改めて自分たちは今何に向き合うべきなのか、学びのシステムとスタイルを、捉え直す。WWL の効果としてはですね、まず生徒同士のつながり、あと教員同士ですね、教員同士のつながり、そこからのとにかくたくさんの情報が入ってくるようになったかなと思います。高校生だからっていうことで甘えてなくって、本当にビジネス始めようとされてる高校生たちがですね、お互いに刺激し合って、そして高め合っていく、本当に WWL 素晴らしいなというふうに、思いました。今まで学校は学校の枠の中で休暇をやってたのが、さまざまな人が集った影響的な学び合いの場を作りたいと。学校と企業の共同による実践の場、失敗してしたからこそ学べることの方が結構多くて、失敗しても大丈夫なんだよっていうのを、なんか周りの人が腹くくるというか、雰囲気を作ってあげるというか、数々のサポートに感謝しております。ありがとうございます。